今日は東京歯科大学に進学されます小林幸君にお話をお伺いしたいと思います。今日は小林君よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、小林君のご家庭はね、まあ代々の歯科医師のご家庭で、まあ歯学部を受けるというのは自然な流れだったのかもしれませんが、まあその中で東京歯科大学を受けようと思ったのは、これはなぜですか？私が東京歯科大学を志望した理由は主に2つあります。まず1つ目が歯科大学という点に目をつけました。歯科大学というその歯科医師をみんなが目指す学校なので、みんなが歯科医師になるぞっていう熱意も強いですし、またその歯科大学の設備が多分、非常に優れていると思いました。その点で短科大学の歯科大学に進みたいと考えました。そして2つ目に、東京歯科大学は毎年国家試験合格率がどんな大学よりも格段に優れて高いという点に目をつけました。その東京歯科大学が歯科医師になるために非常に生徒によく分かりやすく教えてくれるのではないかなと思い、強く東京歯科大学を志望しました。はい、まあそんな中、小林くんはね、高校2年生の時にピアノの全国コンクールで優勝されました。そして、高校3年生になる直前まで、なんか優勝者のお披露目コンサートみたいなの準備いろいろあって大変だったと思います。まあ、それだけねピアノに力を入れてやっている中、そしてまた高校はね、学校行事、体育大会とかいろいろ盛んな高校でした。ピアノの練習、学校行事、こういう忙しい中で受験勉強どういうふうに進めていたんですか？はい、さまざまな行事やピアノ、勉強というのがある中で、どのことも大切なんですが、やはり、自分の中で区切りを作って、この時間帯からこの時間帯はピアノに集中するぞ、この時間帯からこの時間は勉強に集中のような感じで、しっかりとメリハリをつけることが大事だと思いました。もちろん同時の時間に全部のことを終わらせるのはもちろんなんですが、そうしてしまうとこっちのことに目がいったり、あっちのことに目がいったりと、しっかりと自分のやりたいことが定められないと思うので、しっかりメリハリをつけて、この時間はこの時間というように決めて勉強するように意識しました。はい、まあね、本当にそうやって頑張ってくれましたが、年が明けて1月1日大きな地震がありました。で、富山県にお住まいの小林くんのね、周辺はどんな状況だったんですか？私の実家が、マンションということもあって、結構高い方なので大きく揺れて、棚とか崩れて教科書とかが崩れてしまいました。でその崩れてしまうまではちょっと家でも勉強があまりできないので、近くのカフェや、自分の行ってる塾とかに通いながら、その震災直後は勉強するように意識してしまいました。うん、ねえ、まあ、それほど大きな被害ではなかったみたいだけれども、もう共通テストの直前だったので、精神的な動揺みたいのはなかったですか？でも、その共通テストがどう開催されるのかも分からないですし、共通テスト会場がしっかりと確保されるかも分からないので、少し不安はありましたが、それでも共通テストは必ず行われるものだと考えて、そこの13、14にしっかりと目を当てながら勉強を続けました。まあ、石川県の方も含めてね、はい、本当に非常に厳しい状況の中で皆さん頑張っていただいて、まあ、言ってみればオンラインだとね、まあ、いつでもどこでもっていうのはありましたけれども、そんな中で、ね、1ヶ月後には東京歯科大学の試験がありました。はい、実際に受けて手応えはどうでしたか？手応え的には、その毎年の傾向が似ているので、特に大きく変わったことがなかったので、今年も同じように解けました。で、ちょっと思ったのが、理科の科学、僕、科学が得意科目だったんですけど、東京歯科の科学っていうのは結構細かいところまで聞いてくるので、その構造決定の、有機化合物の名称とかも聞いてくるので、少しややこしかったりはしましたので、その、
特に科学を選択する方にとっては、細かい部分まではっきり覚えていくのもよしだし、僕の場合は、ちょっとその細かい部分まで飽きということが足りてなかったので、試験中に書き直して物理の方に行ってしまったんですが、まあ、それでも結構時間が余ったので、まあ、いい感じで解けたと思います。はい。そして見事に東京歯科大学に合格されました。歯学部を目指す後輩たち、たくさんまだいます。何かメッセージをお願いできますか？はい、やはり歯学部を目指す上で、その歯学部に対する熱い思いや、その歯学部、いろんな大学の歯学部があると思うので、自分の行きたい歯学部をしっかりと早いうちから探して、そこの大学に行くんだというやる気を持ってやることが大事です。また、どこの歯学部でも面接のようなことがあるので、その面接対策もしっかりしつつ、また小論文もある大学もあるので、その小論文、面接も、おろそかにせずに、勉学とその2つも合わせて、3年間のうちでうまく対策できれば、合格できると思います。小林くん、本当に後輩たちも勇気をもらえると思います。今日はどうもありがとうございました。がとうございました。